J-WAVE ロハスタック、今週のゲストは株式会社グローバルプロダクトプランニング代表取締役 CEO 佐々木啓一さんです。リモートでのご出演となります。佐々木さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。佐々木さんは東京都出身、日本大学商学部卒業、89年グローバルプロダクトプランニングを創業され、マーケティング事業のほか香りの商品、ヘルスケア、感染予防商品などをはじめとする企画開発製造販売、また2018年にはベーカリー&ビストロセブンクローバーをオープンされていらっしゃいます。私も佐々木さんの渋谷の南平台にありますセブンクローバーにお邪魔させていただきましたけども、店に入るとすぐに左側にガラス越しにパンを作ってる様子が見れるようになって、奥がレストランで、とても天井の高い雰囲気のいい店なんですけども、まずマーケティングや香りの商品などの商品開発している佐々木さんの会社がなぜベーカリーとビストロを始めるきっかけになったのかをちょっとご説明いただけますか。ですね、面白いきっかけなんですが、うち卸をやってるんですね。いろんなお店、デパートとかですね、ドラッグストアとか専門店の方に卸をやってお客様と合わせてるんですね。はい。でその中で、EC 事業部がありまして10万人ぐらいの会員がいるんですね。はい。でその EC の会員様に5年前ですかアンケートを取ったんです。私たちの会社は香りで人を幸せにするっていうのは社是なんですね。でお客様にとって幸せな香りって何ですかっていうことをアンケート取ったら、大体200名ぐらいの方が答えていただきまして、その中にですね、香りの会社が質問してるんですけど、一番がですね、焼きたてのパンの香りと。まあそれが 28% ぐらいありまして、次に 15% ぐらいでワインとかコーヒーの香りって書いてあったんですね。はい。でその後に続くのはうちの商品が出てくるかなと思ってたら、いやいやまだで、炊きたてのご飯、次に味噌汁だったんです。なんか全部食べ物じゃないかっていう、ちょっと私たちすごいがっかりしちゃったんですね。こんないろいろ香りを作ってるんですけど、まあ、でも私ちょっとポジティブでラテン系なんで、まあ、じゃあ逆にそこをお客様との接点にしてみたらどうだってアイデアが出まして、はい、じゃあベーカリーとかレストラン、まあ、要はワインとかですね、コーヒーとかやれるようなカフェみたいなやつ併設しちゃおうかっていうこと で自分のビルなんで1階の方に、ショールームにあったんですが、ショールームを2階に上げて1階をレストランにしてみようということで始めました。なるほど。でもあれですね、僕知らなかったけど入った時何の違和感もないですね。もともとあったお店だとありがとうございます、てっきり思いましたけど。でもあれですね、まあ、僕も何十年もこの仕事やってて飲食関係は随分知り合いいるんですけど、はい、初めてですね、香りからそのレストラン事業入ったって人。はい。本当に異色だと思うんですけど、まあ自分のビルなんで家賃がかからないんで、とりあえずこんな奥まったところでどこまでやれるのかっていうことを勉強しようと思って、3年間はいろいろなことを試行錯誤しながらやってみようと。でもあれ、ね、渋谷からちょっと、道玄坂登っていかなきゃいけないんで少し離れてるんですけど、お客さんはどんな方たちがいらしてんですか。あ、それがですね、面白いお客様が多いんです。ちょっとやっぱり離れてるんですが、道玄坂上の方の出口からは 4,5 分で着くんですね。そうですね。で、まあ、でもやっぱり地元の方、まあ、もう本当に多種多様な面白い方で、まあ、町内会みたいになんかいろいろ町のいろんな重鎮の方もいらっしゃって、ここはなんか待ち合わせの場所になってるっていうようなお店になってます。じゃああれですね、一番まあ町にとって大事なコミュニティになってると。ああそうなんです。実はですね、南平台町で、渋谷の南平台町でベーカリーって初めてのお店らしいんですよ、うちが。あ、そうなんですか。はい、初めてらしいんです。はい。さらに昨年はコロナで大変だったと思うんですけど、いかがでしたか。ちょっと面白い商品やってまして、まあ、香り物、ヘルスケア、感染予防商品やってまして、あ、そうか、売り上げでね、前年 120% 以上やってたんですね。もちろんレストランの方はもちろん下がってはいるんですが、全体から見ればそんなに下がってないっていう感じで、まあまあ、私たちはその間に新商品をたくさん開発したりなんだり、暇な分だけですね、いろんな取り組みができてます。 J-WAVE ロハスタック。まあ今このスタジオにですね、スタッフが購入してきたセブンクローバーのパンがあるんですけど、はい、ありがとうございます。
まあ、随分いろんな種類があるんですが、この中で、まあ、一番おすすめが10センチ角くらいのキューブ状のパン、南平台ブレッド、はい、これが一番人気だそうですけど、僕から見たらですね、はい、ただのなんかこう四角いパンにしか見えないんですけどこだわりを教えていただけますか。私、まあ、マーケティングの仕事やってて、やっぱりまずはリサーチなんですね、うん、で僕開業する前に、40店舗ぐらいいろんな美味しいパンっていうところ全国行って回ったんです。なるほど。で必ず食パン、あとレーズンパン、カレーパンっていうのを必ず食べて、そこのお店の力量を見るんですね、うん、まあ、私もそれと同じように食パンとレーズンとカレーパンには力を入れてるんですね、はい、でどこにも負けたくないと思って、はい、で今私またさらに行くとこを増やして今70店舗ぐらい回ってるんですが、なるほど、いろんなパン屋さんをですねリサーチしてるんですが、うん、うち以上に美味しいとこ見たことないっていうか、なるほど、出くわしたことないんです。うん、でこだわりは白神山地の酵母、うん、でじゃあ白神山地の酵母を使うんだったら、水も白神山地の水をね、うん、取り寄せてやった方が相性いいんじゃないかっていうこと で、うん、でそれからしっくりくるような、まあ、熟成期間も長いんですが、はい、美味しいパンができました。なるほど。あと小麦もですね、相当珍、まあ、ちょっと言えないんですけど、珍しい北海道のいい小麦を使ってます。かなり、パン業界で重鎮の方から分けていただいて、口聞いていただいて、分けていただいて、絶対喋るなよって言われてます。なるほど。あとここにですね、今、はい、レーズンブレッドを真ん中からこうパカッと割ったら、はいはいはい、もうすげえレーズン入ってんだけど、はい、このレーズンにも何かこだわりがあるんですか。普通のパン屋さんの多分2倍から3倍入れてると思います、うん、であとこのパンはですね、日本酒をつけてるんですね。普通キファインとかワインを煮つけてたりされてる方多いんですが、うん、私ども、まあ、日本酒のそれも銘柄がいいやつの中に1日一晩つけて、はい、でそれでもう一回つけて使ってます。いろいろこだわってますね。 J-WAY ロハストーク。まあ、佐々木さんの魂胆はこのパン業界、もう今熾烈だと思うんですけど、この業界に進出してイノベーションを起こしたいということですけど、まずイノベーション、どのポイントでイノベーションをパン業界に起こそうとしてらっしゃるんでしょう。まあ、私性格から結構いろいろリサーチするんですね、うん、でパン業界に勤めてる方が朝2時半に来てやってたりとかですね、4時半とかですね。なるほど。聞くともう相当、まあ、過酷な仕事場なんですね、はあ、それがいい悪いっていうことじゃなくて、はい、まあなんか変えたいなっていうことを思ってまして、うん、パン屋さんなんですけど、で私たちはパン屋さんじゃなくてレストランもあってカフェもあってバルもあって、はい、夜帰りがけに寄っていただいて買ってってもらって、まあ一番後に焼いたパンをですね夜に買っていただいて、で朝食べていただくと、まあ、それで一番美味しいような形を作ろうよっていうことを言ってます、はい、だから私どもは朝7時においでと、うん、修行なんですね、うん、でまあ、モーニングもやってるんですが、モーニングはモーニングですぐ作れるパン、まあ、前日から熟成して寄ったやつをすぐお出しして、うん、とにかく働いてても無理がないようにっていう形を何か作りたいということを思ってます。じゃああれですね、今話題の働き方改革をこのパン業界でもうすでに始めてたと。自分が働いてるスタッフが大変なのはちょっと嫌なんで、できれば、はい、そういう形でやりたいっていうことを言ったら、まあ、パン業界の人から生意気だっていうことを言われちゃうんですが、まあでも何か自分たちできることは少しでも改善していこうよと思った気持ちでやってます。 J-WAY ロハストーク。さらに、セブンクローバーではさらに新しい機能を持たせる研究をしている、何ですかこれ、ベジパン始めたんですか。よく私どもお子様、若い夫婦の方いらっしゃって、お子様のこととかパン買いに来てくださるんですね。で子供さんが野菜が食べれないとかって話もよく聞くんですね、うん、だったら野菜の中に、パンの中に野菜入れてみたらどうだろうっていろいろ研究してまして、うん、半分ぐらいの成分が野菜のエキスと野菜が入ってるというパンをいろいろ作ってます。それベジパンっていう名付けてベジタブルパンですね、うん、でいろいろこれからお出ししようとしてます。まあ、そのベジパン開発のために
まあ、スタッフも面白いメンバーを集めたそうですけど、どんなあのキャリアの方が開発してるんですか今。ですね、面白いのはですね、もう、まあ、パンの一番の責任者っていうのが、家がもともとパン屋さんで8歳ぐらいからもう パンの、身を見立てて手伝ってた人間がいるんですね、はい、そのものと、あとですね、そのサッカー少年っていうんですか、ウルグアイに留学してて、はい、サッカーで、はい、でやっぱりなかなか食えないんでアルバイトで現地でレストランで働いてた人間がいるんです、はい、シェフとして。そのシェフと、あとそれとパティシエを10年ぐらいやってた、うん、女の子いるんですね、うん、でパンサッカーとかですね、うん、シェフとあとパティシエさん、はあ、3人が集まって何か面白いパン作れという課題を出してまして、うん、まあ、ただのベーカリーではなくて、ただのパンではなくて、パンと何か、例えば野菜を組み合わせて何か作るとかですね、ちょっと機能性も足したようなハイブリッドパンみたいなやつを今作ってます、うん、でも言われればさ、そのパンの中に野菜ってなるほどと思うけど、あんまり見たことないですよね。でも結構美味しいんですよ、それから。ああ、なるほど。これはもうあれですか、南平台で食べられるんですか。まあ、今試食段階で食べてまして、出してまして、お客様に、昼のお客様とかですね、なんかに出してて、まあ、ご意見を聞きながら、なんか販売予定です。なるほど。それであれですね、セブンクローバーではビストロ料理と美味しいパンが食べられるんですが、はいはい、佐々木さんはランチに力を入れて、なぜかこのランチが、フルコースで1800円。はい、だからこれだけなんか余裕があるわけですか。いやいや、余裕ってわけじゃないですけど、まあ、うち奥まった場所なんで、何かお客様に特典がないとですね、続かないぞっていうことで、はい、まあ、ランチは特に力入れてまして、3600円相当のやつが1800円と、まあ、ちょうど家賃が、払わなくていいわけだから、その分お客さん安くしてみようと。でそれでお客様の反応を見ながら、まあ、ランチで来てる方が夜も使ってくださいますし、朝に来てくださったりとかですね、少しずつお客様のご紹介っていうのでお客様増えてるんですね。ちょっとそういう光景をちょっといろいろ試してみたいと思って、わざと1800円で出してます。なるほど。 J-WAY ロハスタック。佐々木さん、何か今後の展開とか、また何か計画されてることがあったらちょっと教えていただきたいんですが。 ありがとうございます。ですね、ちょっとまあ少し評判になってるっていうんですか、お客様からですね、出店しないかっていう話とかですね、お客様として来た方がうちに出店しないかとか、いろいろお誘いいただけるんですね。まあ、その中の一つに、今評判の渋谷の宮下パークっていうところがありまして、そこのお店が一軒だけちょっとキャンセルになったところが、まあ、コロナの影響でですね、ありまして、でそれで、今年の3月4月出店しないかということでお話をいただきまして、今出店準備をしております。なるほど。3月4月ということですけど、ぜひその時はオープンしたらまた渋谷の話を聞かせてください。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。本当に失礼いたします。 J-WAY ロハスタック。